わけでもう3回目いきますよ、もう。いや、行きましょう。行きましょう。ないですよ。ですね。はい。お願いします。ういい。さあ。では、お、豆さん。来た。また一発目から。ええ、おこれ普通だよね。もううんこ出てきた。早いぞ、出てくるのが。早いなぁ。お、猫。猫っぽいな、ね、とりあえず、打っとこう。なんだろう。え、なんかいっぱい出てきた。これだ。おぉ、よくわかった。ゲルベロス。頭3つ、ゲルベロス。イージー。へ、なるほど。ケルベロスとか、グリケン、さすが中二病って感じかな。俺中二病じゃないけど。言うとき俺中二の時なんか中二病こじらせとっちゃっちゃ、こじらせとったけど妄想で終わらせたからな。大丈夫だ。やばいな。妄想。だったらきっとゲームのやりすぎだね。ですかね。まあゲームようやりよったな。それよりも今のお題ちょっとまずいんやけど、俺どこにあるかわからんのやけど、地面なんやけど。ググっていいんですよ、ググっていいんですよ。ググって。俺がググったらちょっとそのググよるシーンがやばいぞ。いや、そこカットで。カットだけど俺ちょっとさ、あれじゃん。スタートの時にググらないことを宣言します。ググらない宣言ですね。ちょっとこれで言ったら、ちょっと YouTube の視聴者さんに、ちょっと申し訳、もうやばいぞ、もう。いろいろやばいぞ。マニフェストを守らないと。マニフェストですよ。マニフェストってなんていう意味か分かってます？制約ですよ。はい、制約ですよ、だから。その制約を破って人間としてやられていけるんですか？アウトでしょう。アウトですね。しかし、どう、何を書けばいいのか分からないです。なぜかって、あれ、地方の名前なんですけどね、はい、何県に属しているのか分からないからですよ。地方ですか？結構方言は有名なんですけどね。なるほど。じゃ方言書いてあるんじゃないですか？さっきメンソーレみたいなのありましたし。あ、そっか。書いた人おるんだ。誰だったか忘れた。いいんすか？いいんじゃない？いいんすか？これ書いたらもうみんなすごいでかい。引っ込みますよ。いいですよ。あら。え？あら。あ、書き手を変えて、ね、嘘でしょ？僕だ。でも多分お題変わってますね。変わったんだ。はい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 。変わってんだ。変わってますね。だから同じことは書いても無駄です。よってことです。あ、違うね、これ。ちなみに俺何がお題だったかわかる？わかんないっす、全然。博多。ああ、なるほど。どこの県だ、それ。はい。とかやってるうちに進んでるよ、もう。さすがマメ、マメさん。え、何だったって言った？何だったって言った？博多です。私これ大好きですよ。ラーメンかけ。え、博多？あ、そうか。ごめんとこじゃん。ラーメン。いや、でもラーメンだけだったら博多は微妙じゃない？ですね。私ラーメンで、ホルモンだよ、ホルモン。わからん。屋台ラーメンとか。あ、ちょっと嘘だ、落ちたー。ああ、確かに。せっかくかけると思ったのに、落ちたんだけど。ラーメンイコール何かって考えて、博多って出る人、おるかもしれんけど、全員とは限らん。落としたよ。ですね。あ、コウさん来た。現金。これ私大好きですわ。それを俺か答えたら俺は何だよ。欲深いってことじゃないですか、じゃあ。そっか。ん？お？お？お？ん？ん？そろそろもうググってもいいんちゃいます？ググるんすか？なんか4000お？お？4000やっていて1回もググる人がおらんっていうのもなんか不自然な感じよね。ですね。だからここら辺で1回ググってくれた方が逆にいいかもしれない。空気を読もう。いやでもググってもいいんですよ。重い。最後に難しいやるとなれば残しておくっていうのも手なのでは。いやでも難しいね。でもこれは来るかを書き手が2回来るかわからんし。ですね。ふググりましょう。これ似た場合どうするんですか。はい、なんで。はい。2回使っちゃった時どうするんですか、その後。残念でした、ゲンベリーみたいでーす。いや、そうですね。ググってるな。マイク置けないかな。とうとうググってるな。
ちょっと外くぐってますね。いや、いやもうめっちゃ重いんで、ちょっとすいません。なるほど。うわ。くぐってますね、これは。なんだバイオハザードにこんなんできたような気がするぞ。なんだこれ。ゆるキャラみたい。え？いや、顔文字でググるか。なんだあ、私恐れるかと思った。こういう系の。なんだこりゃ。こいつです、こいつです。え？スライムさっき俺コメントしたはずなんやけど。スライムだったんだけど。だこれの前にこれこっちの右上の漢字を、なんていうあマジっすか。まだキャラクターやないかい。まだチョコランキャラ。しかもド定番のやつ。ド定番のやつや。しかもそうなんや。しかもまた豆さん。いや怖いあーどこ行ってまずいんだけど。本当だ。あ、わかったぞ。あー違うんだ。あ、どうなの？もう出てた。おお。ん？え、それこそまた？まさかね。この笑顔100円のやつ。この笑顔100円。違うよ。100円？この笑顔100円じゃないですね。120円。誰もが見たことあるやつですよ。スマイル120円。120円。うん。もしかしてこういうパターンじゃないだろうな。まさか？違うよ。いやもう出てる全部出てる。出てます。全部出てる。マジかよ。わかんないこれ。マジがある。ですね。ツヤがある。チロン。ツヤがあるって考えて、あ、それだけじゃない。うんふん。むずいぞ。なんで？パーク違う。うんふん。なんですか？気をつけてみた。しゃあないな。いや、違うよ。あの、宝石じゃないよ。え？もう家に、あ、惜しい。これをすごく惜しい。ディスクすごく惜しい。あ、DVD もめちゃくちゃ惜しい。なんでディスクになったんだろう。うん。これだ。違うの。あ、同じだったのに。あの、ひらがなで書いて。え？オッケー。さあ。書き方の問題とかあるんですね。お絵かきの思い、ちょっと、もうちょい融通聞かせようぜ。ですね、これは。CD なんて、ひらがなで書く人間いませんよ、今の時代。いないね、そもそも CD を使う人が減ってきたような気がするんやけど。ですね。最近はダウンロードとかで終わらせれるけど。ですね、あんまり。泣いてなかった、笑ってた。何ですかキャピ。なんだけど。なんだけど。なんだけど。本性は本性っていうか。え？え？本当は。どういうことだろう。人前ではこれ。これは。え？性格のそれを何というか的な感じなんだろうけど。これヒント。頭についてるもの。はい、わかるんです。なんて表現すればいいのか。ああ、それだ。あ、猫をかぶる。ああ、そういうこと。なるほど。俺は猫をかぶってかけそうだった。でもうち、結構いい感じじゃなかったのかな、今回は。すでに、あ、来た。もうすでにマメさんがやばいんですけど。みんな逆転だ。いや、無理。ここ、すぐに答えられれば80点。でしょ、これ。逆転だ。これは無理っすわ。さあ。というわけで、早く書くんだか、聞いての人。早く答えるんだ。そうしないと逆転はないぞ。ですね。え、これどうやって書くの？大手だぞ。大手図か、もう大手になってるぞ。みんな困ってる。なんだこれ。ググってでも早く書け。そうしないと逆転できないぞ。え、いや、え、間違えた。なんだよ、なんだ。これは難しい。薄い。ちょっと待って、塗るな。わかんなくなる。
なんだなんだ、え、空を答えるんじゃないのか。なんか出てきたぞ。なんか置いてる、置いてるっていうか人か、これは。なんだこれ、なんか、うーん、察してくれ。見てる見てる。そうそうそう、黄色じゃない黄色じゃない。なんて言うか、これの行動をなんて言うか、なんて言うか、うん、難しいでしょう。まあ、場所、場所って場所、場所違うのか、天体観測とか。そういう系統、それをするための望遠鏡を覗き込んだって、これは分かりませんよ。分かりませんよ。ここ、ここだね。それをするためのところです。80点、足らない。ダメだった。ケッチ、そういう微妙な数字出すんだ。確か俺、ね、なんダメだもん、60点で同点の状態だったはずないよね。つまり180、もうこれでもう、まめちゃん優勝決定だよ。優勝ですよ、ね、もうとりあえず決まっちゃいましたね。ですね、動画的に面白くなくなってしまった。やばいな。